はい、どうも皆さんこんばんは。世界レベルですということで、今日もアイドル紹介していきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。今日はこの方です。はい、永山陽子さんということでね、永山陽子さんはデビュー曲が春はサラサラだったっけな実はデビュー曲知らないんですけど、やっぱ永山陽子さんといったら一番印象に残ってるのがビーナスですよね。荻野目陽子さんか永山陽子さんかっていうような感じで、 I'm a Venus, I'm your fire, at your desire っていうあのフレーズですよねあれが強烈に残って、でもその前にあの雲に乗りたいとかを歌って出たのかな、うん、それぐらいですね、僕が印象に残ってるの。あとはその後のね、ハートに火をつけてとか、あと今回のロンリーグッドナイト、グッナイグッナイグッナイロンリーグッドナイトね、ロンリーグッドナイト、この曲はスクールコップの主題歌なんですね。三浦陽一さんとか伊藤和恵さんとかね、あと二藤優子さんも出てたね。スクールコップっていう学校に潜入する警察みたいな、そんな感じの、ね、ちょっとスケバンデカに通じるようなものがあるかしら。そんなやつとか、あとは、そうだな、このロンリーグッドナイトの後に、恋子っていうシングルが出てるんですけど、それは永山陽子さんが主演の、恋子の恋っていう、松村ゆきさんと一緒に出てた、これ、さくらはるこさんも出てるんですよ。なんていうの、ジョージ秋山さんのさ、原作の、漫画の映画、うん、ジョージ秋山さんの映画ってちょっと話脱線するけど、すごく面白いんですよね、ジョージ秋山さん原作の映画って。僕はつい最近だったの捨てがたき人々っていうのを見たんですけど、これもね良かったし、あとゼニゲバーだっけな、ドラマなんですけど、それもすごく面白い。ジョージ秋山さんの原作ってすごい、なんかなんつうのかな、こう心に迫る作品が多いですよね。ということで、話脱線したんですけど、その後、永山陽子さんって、実は2019年、去年もシングル出しされてて、その後ね、1993年ぐらいから、2年か3年ぐらいから演歌に転向されたんですよね。それですごいヒット曲いっぱい出されててっていうことで、アイドル時代、よりも演歌時代の方が長いって、すごい歌も、アイドル時代も上手かったんで、っていうのは、なんかどうやらデビュー当時から演歌で行きそうな、雰囲気だったらしいんですよ。だけど、まだ若いからってことでアイドルで売り出してってことで、もうアイドル時代は結構長くなっちゃったんですけど、最終的に演歌に戻ったっていうことらしいですね。で永山陽子さんってやっぱり歌の印象があるんですけど、結構ドラマも、さっきの映画もそうですけど、ドラマも出られてて、ヤヌスの鏡とかね、杉浦美幸さんのヤヌスの鏡とか、あと同じ杉浦美幸さんのこの子誰の子とかさも出てるし、あと堀ちえみさんの花嫁衣装は誰が着るんだっけっていうかも出てるって、結構ね、ドラマでも活躍されてたんですね。どうしてもね、ヴィーナスの印象がめちゃめちゃ強くて、永山陽子さんといえば歌っていうのが一番に来るんですけど、結構ね、ドラマも出られてたりして、アイドルとしての活動っていうのはね、かなり、されてたんだなと改めて、感じるんですけれども、それにしてもやっぱ演歌に進む人、演歌、つい昨日城之内早苗さんを取り上げたばっかりなんですけど、ニクストって歌がめっちゃうまいですね、本当にもう抜群だよね、ということで、今回は永山陽子さんのロニーグッドナイトね、今日持ってたんで聞いてみたんですけど、やっぱりね歌がうまいよねっていうかここの子ずっとね歌うまいの人をばかり取り上げてるんですけど、別に他の人が下手っていうわけじゃないんですけど、特にね歌唱力のある方っていうのがちょっと最近続いてるかなっていう感じがしますね。ということで永山陽子さんもなんていうかな、印象的には超ビッグスターって感じですよね今もねなお活躍されて、演歌界でさ活躍されてるビッグスターなんですけども、いやー永山陽子さんもヴィーナスの他にもねやっぱりこういい曲がアイドル時代もたくさんあるんで、ぜひとか皆さんね、調べて聴いていただきたいと思います。ということで、本日もご視聴どうもありがとうございました。世界レベルでした。